社会保険、社会保険制度、社会保険制度とは、社会保障の分野の一つで、疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故、リスクに備えて、事前に雇用者もしくは雇用種、あるいは両者が、社会的教室をすることによって、保険によるカバーを受ける仕組みである。制度は各国によって様々であり、チェコとスロバキアは総税収に占める割合が、 OECD 中で最大44%である。一方でオーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず、一般税収財源にて運営される。日本の制度では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険制度がある。総税収に占める割合は41%で、日本は上位国の一つである。 保険とは、事故、リスクに備えて、社会生活を営む人が多数集まり、在庫を拠出、保険料をして、共通の準備財産を作り、それによって、個人の経済生活を安定したものにしようとする仕組み、検方式である。保険料を主体として出来上がった財産を中心に、一つの集団、保険集団が組織され、保険集団の運営主体、 保険者と参加者、非保険者の関係、保険関係が生じる。あらかじめ取り決められた共通の条件、保険事故が生じた場合に限って保険給付の支払いが行われる。これによって集団の中で事故によるリスク分散が図られている。民間保険ではそもそも対象となる事故、リスクの範囲が限定的なため、このようなリスク分散を期待できる。 保険集団の範囲も、非保険者の経済的地位などによって限定されている。しかしながら、社会的には、より大きな規模における、貧困のリスクが存在する。そこで、社会保険制度では、不助原理、内し不要原理にのっとり、保険の一般原理を修正し、公費負担、事業者負担、応能保険料負担等の制度を用いて、保険集団の範囲を、 強制的に拡張することにより、所得の再分配による国民の生活保障を図っている。なお、広く社会保険に対する公費負担、事業者負担、個人負担の保険料を社会保険料という、公的扶助、生活保護が実際に困窮に陥った場合に最低生活を保障する制度、給品制度であるのに対し、社会保険は、 生活上のリスクによる困窮をあらかじめ防ごうとする制度、防品制度である。民間保険、私的保険が3つの原則、給付、反対給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相当の原則を保険の仕組みの基礎としているのに対して、社会保険、公的保険ではこの原則は貫かれていない。これは目的の一つが、 所得の再分配にあるからである。世界で最初の社会保険制度は1880年代に創設されたドイツの社会保険制度である。当時、イギリス等に比べて経済的に後進国であったドイツは急速に産業革命を進め経済的発展を図るために労働運動を抑圧する必要があり、社会主義者鎮圧法が制定された。その反面で、 労働者に飴を与えること、福祉工場都市、参照オット・フォンビス・マルクは、1883年に疾病保険法、1884年に災害保険法、1889年に老齢疾病保険法を制定する飴と、無知政策をとった。イギリスは、古くから、友愛組合という名の共済組合が発達しており、労働者の生活もありあい恵まれていた。 しかし、20世紀に入り、ドイツ、アメリカ等の更新資本主義国が発展し、世界経済市場で競争が激化し、労働者の生活も圧迫されたため、1911年に、ハーバート・ヘンリー・アスキス内閣のデビッド・ロイド・ジョージ・ゾー賞は健康保険を、ウィンストン・チャーチル内賞は失業保険を施行した。強制加入型の失業保険は、世界で最初の制度であった。 19世紀末から20世紀初頭にかけて、ヨーロッパの多数の国々で、社会保険制度が整備された。1918年の第一次世界大戦の終結前後にかけて、ロシア革命により、世界で最初の共産主義政権、ソビエト連邦が成立。また西欧においても、ドイツやオーストリア等で相次いで社会、民主党政権が生。かかる歴史的な背景のもとで、 戦後の社会的、経済的な混乱に近する革命的正常を回避しつつ、国民生活の安定、つまり労働者と資本家間の間で階級妥協を図るため、ヨーロッパの資本主義各国において失業保険と年金が整備された。さらに1929年に発生した世界恐慌は、ソ連を除く世界各国を不況のどん底に陥れた。ソ連は、 医療の社会化を進め、1937年に医療を社会保険から外し、無料で全国民が医療を受けられる制度、ユニバーサルヘルスケアを作った。国民社会主義を標榜するナチスドイツは国民皆保険を推進した。またそれまで社会保険制度に大きな関心を示さなかったアメリカも制度の創設に踏み切らざるを得なくなった。フランクリン・ルーズベルトのとった。 ニューディール政策の一環として、1935年に連邦社会保障法が制定され、失業保険と老齢年金が整備された。第二次世界大戦中にイギリス、アメリカ等の国は戦後の混乱を回避するため、いち早く対策を検討していた。イギリスでは、ウィリアム・ベバリッジのベバリッジ報告で提唱された会保障計画に基づいて戦後、 相次いで各種の社会保障立法が整備された。ILO も第二次世界大戦中から戦後にかけて世界各国における社会保障の整備推進のため国際的指導力を発揮しており、1952年には社会保障の最低基準に関する条約、102号条約を採択している。これらの動きをはじめとして第二次世界大戦後、 世界の主要国においては何らかの形の社会保険制度を有することになり日本においても本格的に社会保険制度が整備された。なお、オーストラリアとニュージーランドには社会保険制度は存在せず一般税収財源にて運営される。日本の社会保険はそれぞれの保険集団がそのグループ構成員に強制加入を求めて全国民、国民皆保険、 会年金を包み込んでいる。社会保険の財源は保険料中心であるが、保険料以外の主なものには国庫負担金がある。また、医療保険や介護保険の場合は、非保険者等が支払う一部負担金もある。保険料は、費用者保険では非保険者本人のみならず事業主も負担している給与税。また、保険料を軽減するために、 国や地方公共団体も費用の一部を負担している。こうした制度は低所得者も含めて保険集団としてのまとまり、相互扶助、社会連帯を作る側面がある。日本の総税収に占める割合は41.6%であり、2012年 OECD 平均の26.2%を大きく上回り、上位のスロバキア43.9%に近い。 制度の歴史では、第一次世界大戦後に1922年に制定された健康保険法をはじめ、労働者、費用者を対象として発足しているが、これは世界共通の現象でもある。しかし、第二次世界大戦後は、社会保障の充実の要望を背景として、一般地域住民に対する社会保険制度を整備し、全国民の生活を保障することとした。 1961年に国民健康保険制度が完全普及される一方、国民年金制度が発足し、国民みな保険、国民みな年金が実現した。一時的な労働不能の保険事故には、病気やけが、出産、失業などがあり、医療給付や手当金等の短期給付が行われる。永続的な労働不能の保険事故には、障害、老齢、 死亡などがあり、年金等の長期給付が行われる。また、発生原因により、業務上と業務外の区別がある。給付の性質により、現物給付と現金給付があり、年金保険、雇用保険はすべて現金給付であるが、医療保険、介護保険、労災保険は、制度内に、現物給付と現金給付が混在する。費用者を対象とする。 社会保険と自営業者等を対象とする社会保険に対別されるが医療保険では一般住民が加入する国保国民健康保険に対し費用者保険を社保社会保険と呼ぶことがある。また企業では保険料納付手続きの面から区分して健康保険と厚生年金の二つを合わせて社会保険雇用保険と労働者災害保障保険の二つを 合わせて、労働保険と呼ぶことがある。なお、介護保険、後期高齢者医療制度は職域による区別をしていない。社会保険制度は、日本の社会保障制度の中で、中核的な存在であり、生活保護が、公費、税による給付を行う、給品制度であるのとは違い、保険の仕組みを利用して、一定の事故に対する給付を行う防制度である。また、 個人の努力では救済しきれない経済的損失を国家または社会が集団の力で救済するという社会的目的のために私的保険とは違う特色を持つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。